浅井さんが本尊について語ったのはいつだか知ってますか？今全国の会館にあるね、本尊について明確に言ったわけですよ。こういうことで入手しましたって。それが昭和60年の時が一番最初なんです。知ってます？検証新聞に載ってるん。61年じゃないですね。私が言ったのが最近だから、それがもうあなたはね、最近のことしか知らされてないからそういうこと言うわけです。だからそれを証明しようって言ってんですよ。一番最初に昭和60年2月23日の本部幹部会で、本部会議で、もうはっきり言ってこう言ってんだよ。あの常住御本尊7体と、それから日刊上人のお方にご本尊を数百幅いただいたって断言してるわけで、これは実は平成、さっき調べたら平成元年にも同じこと言ってんだよね。平成元年まで来てまだね、日刊上人のお方にご本尊は数百幅って言ってるんです。ところが、そう、個人会館今全国にいくつあると思います？なぜか発表しないんだよね。わざと発表しないんです。だけど数百で済むはずないでしょ。でしょうね。検証会交渉何人いるって言ってます？交渉何人いるって言ってます？公に何人検証会員がいますよって発表してるでしょ。170万人がいてだよ、全国の個人会館が数百で済むはずないでしょ。こんなの子供が考えたと分かりますよ。またそれで済むようだったら公選ルームなんかしてないってことだよ。数百件で済むんだったら公選ルームになってない。そもそももし数百件しかない、これ数百件しかできないって言ってると等しいんだぜ。個人会館は全国で数百件しかできませんよって言っちゃったに等しいんだよ。そうですね、数百、数百じゃないんだから。そう。じゃあ公選ルームはもうほんのもうできないですよ。そもそも数百じゃ。じゃあね。でも実は現実に今全国には数百じゃないんです、個人会館ってのは。もう脱会した会員たちの話聞くと、その界隈の個人会館、知ってる個人会館の数を総合しただけで、その地域割の数を全国に一応こう平均的に広げていくと、こんなんじゃ足りないんですよ。残りの数の個人会館の石川商人の本尊は何だって言ったら、増殺したってことですよ。後からすっちまったってことです。誰が？大商人じゃないよ。印刷屋の息子の浅井翔平さんですよ。印刷屋だから。その本尊、本物って言えますか？勝手に印刷したんですよ。これが偽物なの。私このことをね、浅井先生に直接もう内容証明書で問いかけてるんです。で、あなたのところの本尊は偽物ですよねと、簡単に言えば。でももし偽物でないって言うんだったら、あなたは会を挙げて、いわゆる会の名誉として、それを証明しなきゃいけないでしょうって。それは皆さんがよく聞く御所で、法華経の仇を見て、置いて攻めずんば、手段ともに無権呪文か疑いなかるべし。あなた方、浅井先生にしてみれば、あなたは偽本尊作ったんですよって僕が言ってるんだから、僕は法華経の仇ですよ。その法華経の仇がわざわざ内容証明で送りつけてるにもかかわらず、しかもちゃんと受け取ってるって証明もあります。にもかかわらず、それを目視したら、それは法華経の仇を目の前に置いて攻めなかったら無間地獄に落ちるって言うんだから、大乗人が、大乗人が言ってんだから。浅井先生は大乗人の仰せの通り、もし私を放置したら無間地獄に落ちますよと。どっちに転んでもですよ。ですから、その数百幅しかないはずの日刊上人以外の本尊は一体どういう形で、どういう由来で発生したのか証明しなきゃいけないでしょって言ってるんだけど、もう2年も経つけど、その答えは返ってこない。返せないんですよ。ところがね、こう調べくれて、平成11年になったら、平成5年だ。大量にって言い出したんだ、今度。日刊上人のご本尊を大量にいただいたんであると。数百幅って2回も平成元年までがっつり言ってたのに、これなぜかって言ったら、検証会の本部から結構な人が脱会したんです。で、巷でもうね、検証会の本尊っておかしいよね、数が合わないよねっていうのがもうずっと出回って、それでもう収拾つかなくなってた、そこで平成5年ぐらいに抜け抜けと数百幅から大
大量にって言い方変えちゃったの。あこういうこんなことをね大量にいただけるはずがないです。だいたい大量にどっからもらったのっていう、まあ、明円寺の松本日人って言うんだけど、うん、松本日人っていう人はこの当時破門される貧瘠される状況の中で、うん、そんな大量のね、うん、そもそも日刊書院のご本尊を所持してるってことがおかしいんだよ。そもそも本当言うと松本日人方も破門されてる。最終的にはもうとあの浅江さんに組みしちゃって日蓮書宗から貧瘠されたんです。あじゃあそんな方に渡さない。そうなんですよ。だから本当にこの数百幅自体おかしいの。松本日人氏が言ってるんじゃないんだもん。これは全部浅江さんがあの私は実は松本日人氏からいただいたんであるって一人で言い続けてるだけで、松本日人氏がそのことを触れたことないんだよ。だから何とでも言えるって何とでも言えるんだよ最初から。だけど最初の証言を信じたとしてもだよ、この昭和60年の3月15日の憲章新聞に載ってるこの内容 100% 信じたとしても、うん、日刊商人のご本尊の数に大変な疑惑があるってことよ。今の個人会館の数と総合したら、これを偽物と言わないでなんだっつんだよ。で大商人はそういう在家が、在家でも誰でもいいよ、勝手に本尊、その立場でもないものが本尊を作ったらそれは悪鬼魔人がそこに入って、さっき言ったようにそのほんのちょっとの魔の通力がポチョポチョ出るけれども、10年20年30年って長い年月ではもう拭いがたい大不幸になるよってはっきり仰せなんだ。そして子孫が坊主るって言ってますよ。その家は必ず子孫が坊主でいくよって。